ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。本日は白石の飲食店を紹介します。2021年が終わっても、まだまだ終わらない白石なんだぜ。ビーフシチューが食べたい。でも、売れ切れだったんだぜ。あの店に行くしかないのよ。ついていくんだぜ。ゆっくり地元の飲食店紹介。本日紹介するのは、ハイド、アウト、カフェシロイです。喫茶店なんだぜ。アメリカ語を翻訳すると、隠れ家カフェシロイなんだぜ。名前の通り、隠れた家になります。うぷ主は、気づかずに通り過ぎて、Google マップで確認して、また通り過ぎたんだぜ。入り口は狭い工事になっています。さすが名前の通り、隠れ家なんだぜ。こんなの普通にスルーするんだぜ。駐車場は5台止められます。隠れ家なのに、親切に駐車場を用意してくれているんだぜ。入り口前です。ウェルカムなんだぜ。これまた、ドアも民家なので、入って良いのか躊躇してしまいます。勇気を振り絞って入るんだぜ。店内はこんな感じです。カウンター席が3つ、4人テーブル席が3つです。隠れ家だから、席は少ないんだぜ。古い民家を自分たちで改装し、古民家カフェと生まれ変わりました。だそうです。ホームページの文言なんだぜ。謎の絵です。芸術性を感じるんだぜ。なんか、すごいものを感じているうぷ主です。テーブルの調味料です。自分で削る、塩、胡椒なんだぜ。謎のゆるキャラトレカは無視するだぜ。お水と、ウェットティッシュです。そっと、ふきふきするんだぜ。このナプキンみたいなのは、用途がよくわからなかったんだぜ。サンタさんからのプレゼントですね。適当、ケーキのアルバムです。ケーキの写真がいろいろあるんだぜ。でもここはグッと我慢だぜ。メニューです。ラオス原産のコーヒー豆を利用しているようです。こだわっているんだぜ。これは頼むしかないんだぜ。クラブ。ビーフシチューセット、1850円。フレンチビーフシチューセット、2100円。3種のキノコパスタセット、1550円。フレンチ BTC セット、1550円。ヘルシープレート、1650円。バターチキンカレー、1550円。カルボナーラセット、1650円。ジェノベーゼセット、1650円。エビのトマトクリームパスタ、1650円。フレンチトーストプレーン、1100円。フレンチトースト季節のフルーツ添え、1400円。マンゴーベーグル、900円。ブルーベリーベーグル、900円。ヒデオートデッセアトセト1000円。飲み物も、400円から550円でいろいろあります。セットのドリンクは、400円のから選ぶんだぜ。400円以外はプラス料金がかかるんだぜ。注文して10分後に、サラダが運ばれました。注文して16分後に、3種のキノコパスタセット、1550円が運ばれました。それでは、いただきまーす。むしゃむしゃ。ごちそうさまです。残念ながら、ビーフシチューは売り切れでしたので、キノコパスタになります。サラダは、プチトマト、キュウリ、人参、ポテトサラダ、キャベツに和風ドレッシングをかけました。人参はリスの形に切り取られているんだぜ。切り取られたリスは、どこに行ってしまったんだぜ。キノコは、しめじ、舞茸、エリンギの2種類が、たっぷり入った和風パスタです。バターが溶けちゃう前に、いろんなキノコの味を満喫するんだぜ。食後のダージリンです。ラオスコーヒーに、こだわっているのに、甘の弱なうぷ主は紅茶なんだぜ。ヤンウェンリーと同じ紅茶派なのです。ポットを持ってきてくれて、3から4分待つんだぜ。1杯目は、何も入れずに、2杯目は、スジャータを入れて、3杯目は、砂糖を入れて飲みました。3杯も飲めるなんてお得だぜ。わーいでぐちら。サンキューなんだぜ。営業時間は、11時00分から18時00分。定休日は、火曜日土曜日。公式ホームページには、メニューや、アクセス方法が詳しく記載されています。うぷ主がやらない、インスタグラムもあるんだぜ。次回は電話予約をして、ビーフシチューを食べてみたいと思います。予約をすれば確実なんだぜ。それでは、アリーデベルチ。